かるの。だから衝動買いしてるとき、だからその動機を具体的に予防する方法は瞑想すればいい。欲がなくなる。あとロバートの秋山じゃないけど、そう、ロバートの秋山の歌じゃないけど、繁華街行く前に、そう、繁華街行く前にしこっとくみたいな。そう。それめっちゃ、バターもそうだし、なるほどね、こっからいけるんだ、この道目から鱗だわ、やべ、このルート、このルートめっちゃ目から鱗なんだよ。意外に。意外にここ盲点だった。あけぼの町とかから行く。だから、まあ、とりあえず、渋谷のスクランブル交差点のやつで、まあ、自分事としても学ぶ、そう、絵に直すじゃないけど、やっぱり黄色で絶対渡っちゃダメだ。いきなり 急に渡る瞬間に黄色になったの仕方ないけど、まあらかじめ分かるやつとかは絶対渡んない方がいい。それを自分が渡るってことは、まあ極力っていうか、できる限り、それをやっちゃうと、周りもやりやすくなる。そうすると、そういう結果になる。自分はならなかったとしても、自分もなる可能性はもちろん高くなるし、他の人もやるから、これは。だから、いきなり金の感動しながら。